こんにちは。今回の動画では知的能力を永久に失ったと思われていた患者が死の直前に意識の正常さや自意識、記憶、明晰な思考力を一時的に取り戻す終末期明晰という事象について紹介したいと思います。以前の動画では死に臨んだ人のお迎え体験を紹介しましたが、それに準ずる現象としてイギリスの医学者ピーター・フェンウィックによって唱えられた終末期体験と呼ばれる現象があり、その中には死の直前における一時的な寛解と覚醒を指す仲直り現象が含まれます。精神科医のシスターである鈴木秀子氏は、中国の人々はこのような現象を開口変象と呼んでいると指摘しており、死の迫っている人々に訪れるすっかり元気になったような時間に自然との一致、自分自身との和解、他者との仲直りといった人生最後の仕事をするようだと述べています。このような現象は近年終末期明晰または死の前の覚醒と称され、中には患者の外見に目に見える変化、10歳から15歳若返ったように見えたなどがあったことを報告している事例もあります。ヴィクトール・フランクル研究所所長であり、この種の現象に着目したアレクサンダー・バティアーニは、ドイツ語圏の国々、ドイツ、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン公国のホスピスと緩和ケア病棟と介護施設に質問票を送りました。そして、数週間のうちに29件の回答が得られ、それらを分析したところ、初期の発見と重なる点が見えてきたといいます。そして終末期明晰が起こるのは、特定のタイプの神経疾患に限らず、バティアーニが受け取った事例報告の半数以上は認知症患者であったが、その他にも脳腫瘍や外傷性脳損傷、脳卒中後の認知障害を伴う患者や、詳しい記載はないが深刻な認知障害を抱える患者の事例もあったといいます。続いて終末期明晰の具体的な事例の報告についてです。バティアーニはおよそ1年の間を置いて亡くなった父親と母親の両方の終末期明晰を目撃したという人の話を紹介しています。その人の父は死ぬ前に4時間ほど意識が驚くほどはっきりしていたと言い、テレビでやっている西部劇の話をしたといいます。そしてその1年後、母が意味のある話が一切できなくなり、やがて上気道感染症にかかって入院した際、病院のスタッフから自宅に帰して看取りの準備をしてはどうかと提案され、その人は親類に連絡し母に会いに来てほしいと頼んだようですが、その時のこととして次のようなエピソードが紹介されています。私が病院に着くと、なんと母が話しかけてきました。髪を染めて洗いたいから浴室へ行くのに手を貸してほしいと言うではないですか。もうびっくり仰天です。私の娘が母の髪を染め、私たちはあたふたと母の身支度を手伝いました。ベッドに連れて戻ると、今度は口紅を塗りたいと言われました。酸素マスクはなしです。私も母の在宅介護を手伝ってくれていた娘も叔母も、わけがわからずに3人で顔を見合わせてばかりいました。こんなことってあるの、と。およそ2時間後、親類たちが到着しました。母は食事をし、みんなと歌を歌い、あれこれ話をしました。親類たちの近況についても尋ねました。すべてがそんな調子だったので、私がみんなに変な目で見られたくらいです。叔父は看護師を雇ってあげるから、私と叔母はちょっと休みを取るといいと言いました。母は元気そうだから、と。実際その時はそうだったのです。でも一行をエレベーターまで送って戻ってくると、母の言っていることはまたわからなくなっていました。体が痛む時によくしかめっ面をしたので、看護師に痛み止めをもらいました。その後病室に電話をかけてきたおばに様子を聞かれ、私が事情を話すと、おばはとても驚いていました。そうして2人で話していた時、母が目を開け、私の手をぎゅっと握ってこう言ったのです。かわいそうな私の子、と。それを最後に母は言ってしまいました。
私はショックで呆然としました。これは一体どういうこと。その日の一連の出来事には私たち全員が本当に困惑させられました。叔父に電話をかけて知らせると叔父も大きなショックを受けていました。最後に終末期明晰の解釈についてです。認知症のような慢性的な神経疾患は大抵不可逆であり、一旦発症したら元に戻らないため、終末期明晰は科学的には説明がつかないと言われます。そしてバティアーニは終末期明晰に近い現象として臨死体験の存在を挙げています。実際臨死体験においても、以前の動画でも紹介しているように視覚が鋭敏化するという報告がしばしばありますが、臨死体験と終末期明晰の関連性の中に、死とその直前の極限状況下で脳機能が低下したタイミングに認知機能と精神機能が高まるという考えに対するヒントがあるのかもしれません。また臨死体験は医学的危機の最中のどのタイミングで起きるかが判然としないことや、極めて主観的な体験であるという意見もありますが、終末期明晰はそのような弱点がなく、臨死体験のデータの弱点を補うことができる可能性も指摘されています。そしてさらに広い意味では、脳と心の関係の境界ないし極限状況下では心を脳の機能に帰そうとする脳還元論は成り立たなくなると言えます。そしてバティアーニもまた終末期明晰を説明しうるモデルの一つとして、人は誰でも潜在的には偏在精神 Mind at Large を持っているという脳ろ過装置理論についても言及しているのです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。